北中部、東西に伸びる、オ土色に塗られた部分が、ピルバラ地域ピルバラ地域は、オーストラリア、西オーストラリア州を9つに分けた、地域区分のうちの一つ。南を、ガスコイン、中西部地域、ゴールドフィールズ、エスペランス地域に、北東を、キンバリー地域に接し、東は、ノーザンテリトリーとの宗教である。北西は、インド洋に面する。 面積50万7896キロ平方メートル、人口は約4万人で、その大半は、ポートヘッドランド、カラーサ、ウィッカム、ニューマン、マーブルバーなどの西寄りの地域に住む。ピルバラという地名の語源は、ユール川の主流の一つが、アボリジニの言葉で魚のボラを意味する、ピルバラ川と付けられたことに橋を発するという説と、乾燥という意味のアボリジニ語。 ピルバラからなるという説がある。ピルバラに上陸したサイクロンフェイ。地球観測衛星テラにより、2004年3月27日、撮影。サイクロンモンティによって破壊された国道1号線、メートランド川橋梁。2004年3月1日、撮影。ピルバラ地域は地形的に3つに分けることができる。西部は海岸沿いの平坦な砂地であり、 上述の通り地域内のほとんどの人口が集中し、産業的にも商業的にも域内の大部分を占める。東部はほぼ全域が完全な砂漠地帯であり、少数のアボリジニが居住するのみである。中央部はハマースレイ山脈を中心とした山岳地帯となっており、複数の鉱山都市と峡谷からなる魅力的な大自然が広がっている。この地域の地質環境は、 学術的に見て極めて古いものからなり、化石化したストロマトライトや30億年前まで遡れる花崗岩などが存在する。ピルバラ地域の気候は砂漠気候及びステップ気候であり、高温消雨である。夏は最高気温が連日摂取32度を超え、摂氏45度を超えることさえ珍しくはない。マーブルバーでは1923年の10月31日から、 翌年の4月7日まで160日間連続で最高気温が摂氏37.8度を超えたという記録がある。またこの地域では他のオーストラリアの北部沿岸地帯と同様に頻繁にサイクロンの被害を受ける。そのため11月から5月にかけて豪雨による洪水に襲われることがある。とはいえ、 人口密度の低さから人的、物的被害が拡大することはほとんどない。この地域には地下水系や耐水槽などに生息する極小の無脊椎動物群をはじめ多種多ような固有種が存在する。この地域の固有種であるピルバラオリーブニシキヘビは不安定な砂漠環境において絶滅の危機に瀕している動物種の一つでもある。アカシアのうちの幾種類かも この地域において広く生育し、保護策の対象となっている。これらの繊細な環境を保護するため、仮時に国立公園のような世界的にも著名な国立公園が設けられている。ポートヘッドランドに到着する BHP 社の鉄鉱石輸送列車ピルバラ地域の主産業は、鉄鉱石採掘を筆頭に、原油採掘を含む工業並びに産出物の輸送である。 オーストラリアの鉄鉱石産出量の大半はこの地域からのものであり、特にトム・プライス、ニューマン周辺に産地が集中している。鉄鉱石採掘並びに関連する産業はこの地域でおよそ9000人の雇用を生み出している。鉄鉱石の埋蔵は1951年にラング・ハンコックによって確認され、現在も彼の娘であるジーナ・ラインハートはこの地域に 広大な採掘地を所有しており、彼らの家族の経営するハンコックプロスペクティング社は、自社の採掘事業に加えて採掘権量も得ている。また、ポートヘッドランドの南東4 0 0トルにあるウディウディは、世界的なマンガンの産地である。1911年、ポートヘッドランドとマーブルバーの間に、この地域における最初の鉄道路線が付設された。 この路線は現存しないが、現在4つの鉄鉱石輸送路線が存在し、加えて新たな路線敷設も計画されている。期間は標準期。ピルバラ地域は下記の地方自治体によって構成される。ありがとうございます。